お年玉ありがとうございます。ぶち上げてきゃありがとうございます。最近盛り上がってる人気ゲーム、まあでもね、ある種一時的だとは思う。ここからどれだけこのふるいの中を生き残るか。この中で相当なゲームジャンキーだけが残る。最後に X にもコーチングしてほしい。いや実際初心者に何を見せるべきか悩みどころだよな。まず何から見せるべきだ。いやでも雑貨戦見ましょうって言ってもさ、雑貨戦通して長いじゃん。最初からもう説明タイム入ってんの？座学あった？説明だけの動画がある？それどこどこどこ？それ送ろ。河川の YouTube？ あいつなんで言わなかったの？自分の YouTube って恥ずかしがんなよ。そりゃもうね、座学生を見てくれてよ、ほんがほんがって言えばよかったのに。河川による爆笑初心者講座、これだ。これじゃあ送っとこ。わからないことあったら何でも聞いてください。誰かに聞いて俺が答えます。ソロでやるには鋼の心が必要です。いやでも何がいいんだろう。スマッシュログ TV がいいって4000が言ってたけど、実際何がいいんだろう。スマログ最初に見ると意味わかんないけど、河川見てからスマログ見ると理解できるようになった。あ、じゃあ雑貨戦って初心者向けには本当にいいんだな。なんかガチで雑貨戦で勉強しましたって人いないの？ルール見るためにしたんだ。めっちゃした。あ、そうなんだ。視界の取り方勉強になった。あ、そうなんだ。今の初心者ほぼほぼあの雑貨戦から始めてる。いや、あいつの功績でかすぎない？マジででかいな。え、すごい、こんなにいる。しかもさ、目に見える初心者がこれだけいて、あそこで勉強したって人が、目に見えない人がほぼほぼだろうから、相当量勉強したんじゃないの。ほぼライアット社員。すごくね。なんかロールキャベツのロル君を思い出したい。昔いたんだよね、日本サバのロルを盛り上げるためのマスコットキャラクターが、ロル君って名前の。正解は河川だったんだ。まあ、マスコットみたいなとこあるしな。計4万1000。